本日は地方として箱根湯本で活躍されている沖屋七福のお母さんを紹介させていただきます。お母さんの地元は静岡県御殿場市とのこと。そこで偶然近くに津軽三味線の先生がいられて興味本位で習い始めたそうです。その後、三味線を生かした仕事はないかと探していた頃、箱根湯本での今のお仕事に出会ったそうです。